はい、こんにちは、ブルーホースです。やっていきましょうか、バンジョーカズイの大冒険。いや懐かしいな、1998年でございますか。まだ僕幼稚園生の頃の作品でございますね。はい、幼稚園ですよ、小学生とかじゃない。はい、で多分ね、僕の見立てだと、どうだろう、まあ、30代から、まあ、40前半くらいの方々はおそらくプレイしたことがあるんじゃないかなと思うんですけど、テンション上がりすぎてかみかみやないけど、いやー懐かしいね。ということでね、もう早速ね、これまでお前バイオハザードやってきたじゃねえかーっていうことなんですけど、いやーちょっとね、スイッチでこういうの見つけたんで、見つけたのもだいぶもう経ってんだけどね。はい、ごちゃごちゃ言ってね、さっさとプレイしていけよっていう話。はい、ということで、これか、あ、ごめんなさい、ちょカットしたかと思うんですけど、映してはならないものが雨あられて、懐かしい、ご飯作ってる。もうね、なんかさ、いろんなゲームとかに出てくるさ、ご飯ってさ、すっげえうまそうに見えるのにさ、なんでかわかんないけどさ、全部まずそうだよね、バンジョーとカズイになって。そしてこんな太いゲームボーイ、うちにはなかったけど、友達とかで遊んでるやついたな、確かにな。はい、まあということでね、僕はね、もうやっぱニューファイル1ということで、早速ねこれ進めていきましょうか。はい、あー懐かしいな。ほら、まあ結局さ、バンジョーとカズイの大冒険もさ、バイオハザードと同じジャンルじゃん。うん、サバイバルホラーじゃん。と個人的には思ってるんですけどね。いやだってもうシンプルにレア社の作る作品ってさ、ドンキーコングもそうだけど、まあ怖くて怖くてたまらない畜生っていう話じゃないですかね。まあ分かる人には分かると思うんだけど。で、ほらほら、だっていきなりね、鏡よ、なーべのティングマットよ、一番綺麗なのは誰じゃ。それはもちろん、俺とグランジュー様だ。またかよ。よろしい、私は綺麗。このテンションで全部できるか。おっと、こんな綺麗な子か。なんじゃと、足より綺麗な子などおるわけない。ジュディという若くて可愛い子でしゅ。じゃないよ、そんな子がおるわけない。ジュディが一番です。こいつやべえな、のことしてっからパンツとかいろいろなんかゴミだらなんだらいかねえと。こいつさ、このさ、左上とか右下に出てるアイコン、これ見せない。あとでちょっと消す方法があったら探してみようかなと思いますね。はい、いやー懐かしい、もう人生捧げたよ、幼少期のね。ボトルズさんですね。お出かけですか。ぶっ飛んでんな、この妹も。お散歩とかさ、遠足じゃなくてさ、冒険だぜ。出た出た、バンジョー。おててと顔の比率が今見たらおかしいな。たまに入るサイズ、どうなの。もしもジューティーが本当に綺麗なら、さてどうしてやろうか。もうやることは一つしかないですよ。これが君のお兄さん。あがるしょ、これですよ、空の上。え、お兄ちゃん飛べんの。違うわ、あれ見たね。あれらわしよりちょっとだけ綺麗かも。チューティーの声優ガバガバや。おまっこはあーかそとかわいいさ、いただきよ。おるおじもおもい、だれかあんじゃ、あきらキングボトルだね。あああどうしたグリーン、足がおかしいわ、すぐ見つけ。お前は寝るんかい。ど
でね、これ専用のコントローラーでやってるから、こうね、こうね。え？うわぁ、慣れねぇ。きっと慣れねぇ。C ボタンとかないもんね、このコントローラーにね。こんにちは。私はモグラのボタンズです。僕はハチ。僕は相棒のハチミと言います。終わった相棒を連れているんでね、班長。リュックの中のカズーには話ができるのですか？失礼にメガネ君、ちゃんと喋れますわ。何で、そうおかしかったけど、外で何があったんだい？それに、僕の妹のジョッキーを知らないかい？とっても醜い魔女のプラチルダがやってきて、彼女をさらっていってしまったんです。落ち着きなさい。はい、ルッティはあたいたちが助けるわ。え、どこにいたかわかる？彼女はあの山の砦へと飛んでいきました。あそこはとても危険だから、乗り込む前にアクションのトレーニングをした方が良いと思います。基本的なアクションを教えてほしい場合は A ボタンを、4のアクションは全部知っているというならば B ボタンを押してください。まあ僕は省略でいい。僕らいろいろ教えてほしいのだけど、あれでも言ってみたみたい。あれ、あ、 A ボタンを押し、あ、そうだ、 A ボタンと B ボタンやっちまった、めっちゃくしー。その横で V ボタンを押して私を呼んでください。じゃあまた。教えて教えて教えて。別のモグラスカーを見つけて、その横で B ボタンを押してください。ここで何かアクションを教えます。別のモグラスカーを見つけて、その横で B ボタンを押してください。あれ、これエンドレスだ。エンドレス。ウィあ、慣れるまでアクションがクソだろうな、多分ね。ウィー、レブルルルル、飛びくださーい。やっ、班長、こちらカメラの操作から。カメラの操作には黄色い4つの C ボタンがねえんだよ。大したアドバイスじゃないわね。それじゃあ、チキンちゃん、R ボタンを押してみましょう。カメラを君たちの後ろに回り込んでくれます。プレゼンベン先生、R ボタンを押し続ければカメラはずっと君たちを後ろから追い続けます。お尻ばっかり映るけどね。一つ注意です、カメラの操作ができないエリアもあります。なるほどね。これ慣れるまで大変だな。360度カメラに慣れちゃったからな。ちょっと声と画面のラグがあるかもしれない。君たちのジャンプまだまだダメだぞ。何や、モグラにジャンプなんてわかるわけ？それは確か。君より知っているつもり。 A ボタンでジャンプするとき長く押していればそれだけ高くジャンプできます。そういうことね。はい、そう、チキンちゃん、その羽でお手伝いをするのです。どうして、マヌケなアクション嫌よ。ジャンプして宇宙でもう一度 A ボタンを押すと羽ばたきジャンプです。できたな、バンジョン、先に進みましょう。次をマスターしないとまだダメです。まずこんな風に。こんな風にってそんなダサいメガネとかドボッとした顔とかは絶対にはできないわ。聞かなかったことにしよう。ヘッドボタンでしゃがみ込んでから A ボタンを押すとワンドガエルジャンプです。ジャンプはこれで全部です。練習するんですよ。ダサいのもなんだろうって、なんかこういうちょっとね、いろいろと罵られたのは意味がない。まあ、いい。よくない。いい。リコムです。ロックは6つ集めると、バンジョンの体力が1つ増えます。吹いたっしょ。水に潜る方法を習いたいですか？難しそうだな。手側も濡れちゃうし。臆病ね、バンジョン。
たい泳ぎたいわ。メガネ君、早く教えて。フリニーステップで水面を泳ぎ、水に戻るときは B ボタンです。さあ、勇気を出して。いや、全然いいんだけど、分かってるからいいんだけど。じゃあ、水の中、水中では A ボタン、片足、下垂の羽で泳ぐ。あ、ちょっと待って。あれか、しまった。上下左右逆なんだ。もうさ、変えれないよな、64だもんな。そうだよ、64の時も変えれると思うな。いろいろ逆でややこしい。くそ、あー、なんめん、めんどくさいって言ったらダメ。楽しいトラウマをみんなで味わおう。ここはウィーン、あんまり言いすぎると、あのこのゲーム自体をね、あの初めてもしかしたら見れても、あ、でもバッチョだ、そうなんだね、あ、どうなんだろうね、皆さんね、で、あ、でもあれだよ、あのこう僕くらいの年齢の人だったらさ、こう小さいお子さんとかにさ、あんなの何見てるの、ブチョ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 、あのパパ何見てるのって言って、これはね、パパのね、あの人生のトラウマになったゲームだよって、トラウマって何みたいな、そういう会話が繰り広げる仲睦まじい家族の映像があったと。バッチョ、高いところは苦手じゃないですよね。あたりは大丈夫よ、早く飛び方を教えて。まだまだですよ、バッチョ、木登りを教えます。アップして、木にしがみついたら、スリーニースピックの上下で登り降りができます。これさ、もしかして、あ、ちょっと待って、あれなかった、あった、パニカムになった、近くの木に置いてくださいよ、どん、あーはっ、あと、じゃあね、あずっと、数も見れなくなった、やばい、意外とね、あの高いところから落ちるっていうね、かなりね、危ないよ。で、ロッククライミングね。ここで、おしんるくちばしアタックは、発音が大活躍のアクションです。そんなお世辞を言っても、何にもあげないわよ。電気ボタンでしゃがんでから、Bボタンです。パワフルなくちばしアタックの完成です。はい、か。おー、あちゃん、これ結構強いね。ほら、アチョウ、チカちゃんもこんなに役立つこともあるんです。チンチンやめねえ、つっこんよ。ああ、まだ無理か。ダジャラチャ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 、いえ、ラストくらい見るところもないね。シュッペペ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 ペ、アチョウ、木を倒すアクションも勉強しなければなりません。まずはつめつめパンチです。え、どうするんですか。本当です、立っているかゆっくり歩いているときに B ボタンを押すだけです。これも簡単、何か練習台はないかな。このやかましい鳥ではここなんですよ、何か適当なものを探してあげましょう。あ、人参のトンパーだ、それパンチョ。これね、つめつめパンチってね、出すタイミングないんだよ。タイミング狭い。で、ミット、では、もう一回。あたいにも何か教えてよ。ドン、キッカー。あれ、つめつめパンチは、まあ、使うことはない。今、ローリングアタックに挑戦してください。あたいは今すぐ空を飛びたいのよ。シンプルB ボタン、ラッキングアタックです。玉ねぎのボトルがいれば良い練習台になるのですが、無視だよ、完全に。あたぼー、ボクシュ、もう一つ、いや、まばぬぇ、あじゅんじゅん、あじゅんじゅん、あれあれ、ういそう、チキンちゃんにも覚えてもらいます。こういうのじゃないといやいや、水つきアタックにトライしてみましょう。じゃあ、こっちに B ボタンです。さあ、
待って、カリフラワーのカリモブルはどこにいるかな。なかなか。次はメガネ君。はい、やったー、ようやくしょもこれで全部覚えましたね。プログラムのてっぺんで会いましょう。ここで君たちに次にやるべきことを教えます。なんか日本語がうまく喋れていません。こんなことを気にせずにプログラムのプロから脱出しましょう。なんか急に敵が現れている。教えてもらった以外の方法で手本番やっちゃいましょう。なんか急に玉ねぎとかでアップ食べたもん。ジリジリジリ、うん、おいしい、秘密エネルギーが、登るところ、登る、あれ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 、あーもうカメラの操作がすっげー難しいな。あ、そうか、逆なんだ。逆っていうのを覚えるのが大変なんだ。だから野菜に攻撃性はないからまだ楽だね。向かってこられたら大変だ。あ、頑張りましたね。これで君たちはマジ戦う準備ができました。当たり前よ。さあどっちに行ったらいいの、教えてもぐらくん。吊り橋の修理も終わりました。ここを通ってグラチルナの砦へと向かって、いつの間に修理が必要な状態。では砦の中でまたグッドラック。やばいな、あのバンジョーの声がガバガバになって。あ、いや、一旦ウィリがいいからここで終わりにしようかなと思ってたっていう話をしようと思ってたんです。はい、寒いよ寒いよ。あーな、素晴らしいマシーンで、わしはわかー口打ちよ。おばばあに、あの昨日このでものおばら、きっとお兄ちゃんがあんたをやっつけるわ。わーざまざ来るわけない。それにこの鳥でわー穴がいっぱい、象牙クランゴスイッチ王星、これでいいよいいよ、一番きれいに。うえさー団長、あっ、リフォーム、エネルギー 120% まで少し時間かかる。やった、惜しかった。マジで喉がいかれた。はい、兄さんのお出ましだ。楽しみの始まりだ。わしのプリンとワナが勝負を決める。はい、ということで、見たくもないこの顔、割れてるしブラックジャックみたいになってる。はい、ということで、でもよく見たら目の大きさも違うんだね。いろいろ見てたら面白いかもしれないですけどね。あ、ネタバレ。はい、ということでね、くるくる山のふもとを無事終了ということで、次回からね、砦でクリアをして中級を助けに出かける冒険ということでやっていきたいというふうに思います。じゃあまた次回パートからお会いできたら幸いです。お疲れ様でした。チャオ。